カテガット海峡とスカゲラック海峡シールは A 海軍のキライフ節潜水艦であるグランパス級潜水艦の一隻である。本艦は第二次世界大戦に参加しドイツ海軍に露革された後でドイツ艦 UB として収益した。第二次世界大戦でドイツ側が海上で露革した唯一の潜水艦である。シールは百三十六年十二月九日にチャタム交渉で寄港され、 1938年9月27日に浸水。1939年5月24日に英海軍に収益した。英海軍赤時代の全機関をルパート・ロンズデールが指揮を取り、本艦は彼にとって2隻目の指揮官であった。収益にあたりシールはダートマスのトール湾において受領試験を実施した。 最初の先行試験を無事に終了した1939年6月1日にリバプールで試験中の HMS シーティス沈没の法が知らされ多くの戦友を失った乗組員は喪失感を味わった。シールはゴスポートに移動して魚雷発射試験を完了した。8月4日にシールは HMS グランパスと HMS ロークアルに合流するためにジブラルタル マルタ、スエズ運河経由で中国への航海へ出た。しかし、第二次世界大戦の勃発により、アデンで足止めされ、まだ参戦していない時期にドイツの潜水艦を栄光している恐れのあるイタリア側を監視するための2回の臨時紹介に借り出された。シールは損傷した駆逐艦を護衛して母港へ帰投し、ドッカーバンク付近の紹介を実施するために北海へとって返し、 そこで、ドイツ軍機から初めての攻撃を受けた。その後、ハリファックスへの14日間の航海を行う、戦団の護衛に加えられた。シールは、クリスマス休暇に間に合うように帰国し、ブライスに臨時に設立された、エルフィン基地に配置された。その頃、サイスを拠点として、ノルウェーの戦いの一翼を担う北海での、紹介任務に充てられた。 1940年2月のある夜にシールは余分の人員武装した一段マイナスを乗船させ、アルトマルク号をダッシュする作戦に参加したが、アルトマルク号事件となる出来事では何の役割も果たさなかった。ホートン提督はロサイスへのキロの途上のシールを出迎えると、機関は戦時の艦船としてはあまりにもむくである。何かが間違っているに違いない。と述べた。しかし、ホートンは、 公開日誌に記載するときには、機関は、とてつもなく優秀な乗組員を得をしているに違いない。と意見を変えた。1940年3月の終わりに、ドイツ軍はノルウェーに侵攻し、シールはノルウェー沿岸の作戦から外れた。ロンズデール艦長は、スタバンゲルフィヨルドに侵入し、新しいアスディック装置を使用して、スタバンゲルの港へ到達するという冒険的な、 作戦の決行を決断した。港には4隻の商船が停泊していたが、これらはすべて中立国の国旗を掲げていた。ロンズデールは、水上基地への攻撃と上陸部隊による鉄道へのサボタージュ工作実施の許可を申請したが、これらは固く禁じられる一方で、遭遇したドイツ海軍の艦艇は、シールの魚雷で攻撃するには、喫水が浅すぎた。 同じ場所で同じ時期に戦没した HMS シストルとは違い、魚雷による攻撃から危うく逃れたシールは、士気の低下した乗組員と共にロサイズへ帰還した。一年間の養生任務を経て、商船との接触により、いくらかの損傷を受けたシールは、チャタム交渉のカンドックへ戻る必要があったが、姉妹艦の HMS、カチャロットが衝突による損傷により、 カンドックでの大掛かりな修理を必要としていた。シールに対する修理のいくつかは、ノーサンバーランドのブライスで行われ、カチャロットの機雷敷設任務を引き継ぐように命じられた。シールは、デンマークとスウェーデンにあるカテガット海峡への機雷敷設作戦の DF-7 作戦に割り当てられたが、これはとりわけ危険な仕事であり、シールほどの大型艦にとってはなおさらそうであった。 艦隊指揮官のベスオール大佐は、ホートン提督に、この命令の再行を説得することができなかった。4月29日にシールは、50機の機雷を搭載して、イミンガムを出港した。スカゲラク海峡に差し掛かったところで、6発の魚雷を6発、命中させて、ドイツの防衛網を引っかき回してからちょうどその、海域を離れようとする HMS、ナールワルに開港した。 5月4日の2時30分時ごろ、浅瀬を低速で航行しつつ、活動抑制を実施していた時に、ドイツ軍機、ハインケル HE115 に発見され、震度90フィートまで先行したが爆弾により、若干の損傷を受けた。五国その日の朝に、ロンズデールは、ドイツ軍の対戦、トローラーが、目標地点周辺でシールの捜索を行っているのを発見し、 第二目標地点への進路を取らざるを得なかった。9時時頃シールは50機の嫌いの布設を開始し、この任務は約45分後に完了した。シールは進路を変更し、飛行への途に着いたが、対戦、トローラーが後を追ってきていた。ロンズデールは回避コースを取り、対戦、トローラーが超音のために停戦している時に探知用のアスディックを使用した。その後15時時に、 別の方向から接近してくる、紹介中のドイツ軍対戦 MTB9 隻を探知した。日没までには、まだだいぶ間があり、カテガット海峡は浅すぎてシールほどの大型艦が、深く潜り潜水航行をすることはできなかった。ロンズデールは回避のためにジグザグコースを構想し、18時時頃に艦を海底に着床させた。乗組員は知らなかったが艦は海図に記されていない。 嫌い腹に迷い込んでいた。艦の船画の一つが嫌いの軽流策を引っ掛けていて、18時30分頃には艦尾の方に流されてきていた。この嫌いは大規模な爆発を起こし、シールに甚大な損傷を与えた。苦痛を感じるほどの気圧の上昇は膨大な量の海水が艦に流入していることを示していた。乗組員の夕食は食堂中にぶちまけられ、 この混沌とした状況は、監守側が約10度上方に傾いていることを示していた。すべての水密扉は素早く閉鎖され、最後尾区画に閉じ込められた2名が何とか、司令区画にたどり着くと前、乗組員の所在が確認された。驚くべきことにシールを追っていた敵艦は、この爆発に気づかず立ち去ってしまった。様々な点検と修理がなされた後、 十分な暗闇が訪れる22時30分時まで、艦を浮上させるのを待たねばならなかった。22時30分時にバラストタンクがブローされるとともに、シュモーターが始動されたが、艦尾は強固に海底に食い込んで離れなかった。艦主は急角度で喫立し、浮上の試みは諦めねばならなかった。この時点で艦内の空気はひどくおだくしていた。排水が実行され、 完備のトリムタンクに空気を送り込むポンプを始動させるための緊急修理が行われた。二度目の浮上を試みるために重量11トンの落下キールが分離されたが、これは缶が二度と潜水できなくなることを意味していた。残りのタンクをブローするためにより高圧の圧縮空気が使用されたが、再び浮上の試みは不成功に終わった。二酸化炭素による空気オダクは、 乗組員の状況を悪化させ、エンジンとメインバラストを使用した三度目の試みが求められた。これも、再び艦を浮上させることに失敗した。5日の1時10分時に、敬虔なキリスト教徒であるロンズデールは、祈りを捧げるために、乗組員を呼び、主の祈りを唱和した。その後に、乗組員は、多くが衰弱し疲弊していたが、重心を傾けるためにできる限り艦の前方へ、 移動するようにという艦長の命令を実行に移した。デイビス脱出装置を使用するという案が出たが、この方法では、脱出には数時間を要し、数名が脱出する間に、艦全体に浸水が広がる危険があることが分かった。機関部員がサルベージブローを開くことができることに気づき、艦を浮上させるための最後の試みが実行された。エンジンが点火されたが、 酸素不足のために停止してしまった。バッテリーはほぼ空で圧縮空気は使い果たしていた。機関員が乾板昇降口へ上がるところに少量の空気を蓄えている一本の圧縮空気系統があることを思い出し、バルブまでたどり着くとそれを開いた。シールは髪型に向かい動き始めた。シールは1時30分時に海面に浮上し、管内圧力が解放されると新鮮な外気が、 酸素欠乏に苦しんでいた乗組員の頭痛を解消した。ロンズデールは環境に這い上がると陸地を指認し、スウェーデン領海に向けて航行することを決めた。機密書類は海底に沈められ、アスディックも破壊されて破片は海へ投棄された。ロンズデールは海軍本部へ、我、スウェーデン沿岸へ、無カフ、と伝文を送った。暗号表は破棄されたためロンズデールは、了解。 サンドース、幸運を祈りる、と、アスディックを破壊、下後は、機関の最優先事項は乗組員の安全確保なり、という二通の返信を受け取ることができなかった。もしこの伝文を受け取ることができていれば、これ以降の意思決定に覆いかぶさるロンズデールの、甚だしく多大な苦悩を和らげることができたであろう。オーダーは損傷して、艦を操舵することはできなかったが、 更新することは可能であることが分かった。わずかながら前進はできたが、レイネーが潤滑系統に入り込み稼働していた1機のエンジンも停止してしまった。2時30分時にシールはドイツ軍の2機のアラド AR-196 機ともう1機のハインケル機に発見され攻撃を受けた。攻撃を受けた時に環境にいたロンズデールはルイス系機関銃でこれを撃退しようとしたが2丁とも 装填不能になってしまった。潜水できないシールは、動力源を失い、数名の乗組員は負傷し、防御兵装も残されておらず、降伏する以外に取れる手段はなかった。食堂の白いテーブルクロスが、マストに掲げられた。シュミット少尉は操縦する、水蒸気をシールに横付けすると艦長に、自分の元に泳いでくるように求めた。3五回目の誕生日の日に、ロンズデールは、 泳いで敵の水蒸気へ向かう羽目になった。その後すぐに総長が泳いで、もう一気の荒時へ向かった。乗組委員は、艦上で6時30分時に到着する対戦と、ローラー I-128 を待った。発行して傾いた艦が自然に任せて沈むことが、期待されたが、自沈させる試みも実行された。ドイツ側のダホ部隊は、乗組委員を体感させ、 シールをフレゼリクスハウンへ栄光した。シールにより設けられたキライハラは5月5日から6月5日の間にドイツの貨物船1隻と3隻のスウェーデン赤船の合計トン数 7000BRT にも及ぶ船舶を沈めた。シールはフレゼリクスハウンで航行可能な状態まで応急修理が施されその後キールへ栄光されていった。カールステイトクはシールを 戦利品と認め、同じ費用をかければ優秀な、新しいドイツの U ボートが3隻建造できるであろうにもかかわらず、これを運用可能な状態に修理すべきであると主張した。装備品と装甲は全く互換性がなく、補修部品を入手できるあてがなかったにもかかわらず、修理は決行され、1941年春に、シールはブルーノマーン中佐式の UBE として、 ドイツ海軍に収益した。52歳のマーンは第二次世界大戦に従軍したドイツ海軍で最年長の潜水艦艦長であった。艦はプロパガンダの展示用と訓練艦として使用されたが、クルップ社が全般の機械機構を製造するのには1942年遅くまでかかった。訓練構想では多くの不具合が露呈し、 費用も非現実的な額であったことから1943年半ばには払い下げられ装備品を取り外されてからキールの造船所の片隅に放置された。後にこの艦はアドミラルヒーパーを沈めた連合国軍の航空攻撃と同じ攻撃で被弾、沈没した。ドイツ海軍にとり唯一の価値ある収穫は英軍側の発装置の優秀な設計を特定できたことで この設計を自軍の魚雷に取り入れた。乗組委員は捕獲者であるドイツ側との間で互いに尊敬の念を抱いた雰囲気の中でお決まりの尋問を受け、その後の将校と兵員とに分けられると1945年4月まで、各々専用の捕虜収容所に戦争捕虜として収容された。上官のシールは収益した時にケント州のシール村の名をいただいたことから、 乗組員は収容期間中に同村の住民から相当の遺問品を受け取った。乗組員の中の2名は脱走を図った。収容当初、この歌詞館と水兵はポーランドのトルンにあるスタラグ XXA に収容されていた。歌詞館のバーンズは集団脱走に参加し、一人の兵士と共になんとかポーランドの地下組織と連絡をつけた。 二人はソ連国境までたどり着いたが、ソ連の国境警備隊員は状況を理解できず二人から略奪を行うと立ち去るように言った。銃声が鳴り響き、それ以降、バーンズの声は聞かれなかったが、兵士の方は帰国することができた。機関員の一人、ドン、タビー・リスターは何度も脱走を図り最後には、コルディッツ城にあるオフラグ方針に送られた。 そこからの脱走がいかに困難なものであるかがわかると、リスターともう一人の色良い,い、ワリー・ハモンドは、自分たちは、将校ではないから兵卒用の捕虜収容所へ移送されるべきだと主張した。計略はうまく運び、二人はより警備の手薄な収容所へ移送され、1942年遅くに、そこからの脱走を図った。数百マイルに及ぶ逃避行の末に、スイスに入国し、 その後帰国した。大多数の将校と歌詞館は一括して、マルラグに収容され、戦争期間の大部分をそこで、比較的穏やかに過ごした。しかし、1945年4月に連合国軍が、ブレーメンから15マイルの地点に到達すると、捕虜は、リューベックへ向けて、徒歩で移動させられた。移動の途中で、隊列は連合国軍のスーパーマリンスピットファイア機の攻撃を受けたが、 リューベックに到着して間もなく、戦争は終わり、捕虜は英国に帰国することができた。バーンズとシールが浮上した時に海に落ちて、行方不明となったエーブルシーマンスミス以外の全乗組員が生き残った。ロンズデール少佐は全戦争期間中で指揮官を敵側に明け渡した唯一の英国艦の艦長であった。ロンズデールと彼が離婚した後を任せた。 テレンス・バトラー隊は1946年に避け、固い軍法会議に召喚されたが、英誉をもって無罪方面となった。英ート1940クレクスマリーナ、プロパガンダフィルム、イン・ジャーマン。ありがとうございます。